中央区には約6000名の小中学生が元気に学んでいます。自然の少ない都会の真ん中で遊ぶ子どもたちですが、休日は学校とは一味違う体験学習の場に積極的に参加しています。一方、児童館や社会教育会館を拠点に子どもたちの夢や好奇心を応援するさまざまな企画が実施され、元気いっぱいの子どもたちでにぎわっています。今回はそんな子どもたちの校外学習の様子を紹介しましょう。学校が休みの土曜日は土曜子どもクラブの日。How are you? All right. Good, good. I'm fine too. こちらの土曜子どもクラブでは、学ぶより慣れることを目的に英会話教室が開かれています。 Please watch my face. Thank you. Sad. Happy.もうすぐ21世紀、世界を視野に入れた頼もしい子どもたちが育っています。人気のある漫画家になりたいです。よく自由帳とかに漫画とか書いてるから、それで漫画家になりたいな。いい作品は描ける漫画家になりたいです。漫画ばかり読んでなんていつも叱っていませんか。今や漫画も日本の文化、読むことから書くことの楽しさを学んでいます。学校の図工の時間のように決められたテーマでなく、子どもたちが描きたいもの、描いてみたいものを描けるようになろうっていう、まず気持ちを作るのが目的でした。顔だけじゃなくて足とか手とか、たくさん漫画家だったら描かなきゃいけないってことが分かり、勉強になります。漫画家に小さい頃からなりたいなと思ったから、少しはなれるかなと思います。料理の鉄人を目指して、まとまった時間が取れる夏休み、6日間にわたって子どもたちが本格的料理に挑戦しました。いいですか、そして入れておきます、ね。初日のこの日はツナロール、イタリア風スープにミルク紅茶ゼリーと、とても手の込んだものです。こうやって入れないの、ね、1カップは200ですから 300cc を入れます。子どもたちに人気のある子ども料理教室、これね。今回もたくさんの申し込みの中から3年生から6年生42名がチャレンジしました。緊張して真剣に取り組んだ1日目、時間はあっという間に過ぎました。でもなかなかの出来上がりですよ。いろいろ作ってて失敗そうだなとかって思ったけど、まあできてよかったなと思って。美味しかった。美味しいです。あ、もう最初来てからそう簡単に仲良くなれるとは思ってなかったから、
だから仲良くできてよかったと思った。6日目の最終日、料理のコツも掴んだようです。ちょっぴり余裕も見せて、教室は和気あいあい。出来上がりだってバッチリです。素晴らしい思い出のケーキ、おいしそうにできましたね。お料理教室で作ったのをみんな家族のみんなに食べさせてあげたいんで、頑張ります。家族と一緒に楽しむカニ粘土の工作クラブ、たまにはこんな時間があってもいいものですね。家族のコミュニケーションを図る、こうした教室が社会教育会館を中心に第2第4土曜日の休日にいろいろ企画されています。作るものを作ったり、一緒になんか同じことと時間を持てるっていう意味では良かったと思います。この日は壁掛け作りと心に残る思い出もできたのではないでしょうか。中央区と友好都市提携を結ぶ山形県東根市から大勢の子どもたちがやってきました。これまで相互に訪問を重ねてきた子どもたち、こうした一年に一度の出会いが元となって、中央区と東根市の交流の輪は今大きく広がっています。楽しい触れ合いの児童交換会、このような交流を通じて子どもたちは大切な友達ともう一つの素敵なふるさとを見つけました。中学生の相互訪問とホームステイから始まったオーストラリア・シャザランド市との交流は姉妹都市提携へと発展し、今年で5周年を迎えました。そして今年もシャザランド市の中学生31名が中央区を訪れました。ホームステイしながら日本の生活や文化に触れた10日間、海を越えた友情が深まります。子どもたちの遊び心を満たしてくれた校外学習もたくさんありました。こちらは児童館が企画したサバイバル教室、月島少年漂流記。アウトドアの楽しさがいっぱい詰まっていました。
あ、いいじゃない。結構いい。みんな無人島に行って本当にほら水着でさ、子供たちがですね、旅先で嵐に遭いまして、でそこに遭難してしまうと、で何もない状態で、一回ですね、不自由なところを経験しながら、そこの中でそのたくましく生きるということと、それから豊かに遊ぶということをテーマにね、都会の中でどれだけその自然に親しめるかということをテーマにね、企画してみまして、まあ今ご覧の状態ですけども、あれがとか少し入れてあげようか、みんなちょっと探して、ちょっと待って、それでまだね、でそれからこういうのをね、置き方っていうか設置の仕方なんだけど、あるよ。小さな自然の中で豊かに遊ぶためには知恵が必要です。そんなことを学んだ2日間。子供本来のたくましさも取り戻したひとときでした。うわ、すげえ。ほら、食べられないじゃん。に聞く前に自分の頭で考えよう。子ども工作教室のテーマです。いろんなところに行ってしまうので、最初だけこう親指を添えて鉛筆をまっすぐ立てて、で段数この手じゃね、大変だからね、もう足で。火星から姿を消したノミやノコギリ、初めて手にする道具はなかなか思い通りに使えません。上手になるためには怪我だって勲章。全員が最後まで頑張りました。石を見てイメージを広げて、石の虫作り。新種の昆虫がたくさん誕生しました。夢中になれた工作教室、汗びっしょりになって取り組んだサンダルや石の虫作り。今年の夏、一人一人の宝物です。